コンビナートの明かりな。あそこで何の物質が溶解されてるんだろうとか気になっちゃうけどね、俺は。電解精錬してんのかなとか思ったりして。花火見て炎色感の反応考える人だよ、俺マジで。だって花火大会のこと炎色反応大観測大会って呼んでるからね。あ、リチウムみたいな。来たストロンチウムみたいな。やっぱり紅色だよな、つって。まあだから、銅とリチウムとストロンチウムあたり。そこら辺を来た時に、ちょっと興奮する。なんかね、オレンジとか、なんか、黄色とか、ナトリウムとかカルシウムとか、そこら辺の色はね、ちょっとありきたりな気がするんだよな。だからテンションとしては、あれがデネブ・アルタイル・ベガってことよ。わかる？なんか、シチュエーションのロマンチックさで言ったら同じくらいだからね。嫌ですか？あれがストロンチウムって言われたら嫌ですか？要するに、翻訳すると、綺麗だねって言ってるのと一緒だから。じゃあ、綺麗だねって言えばいい。ちゃうねん。その、綺麗を構成している物質が、ストロンチウムっていう、一つの金属であるっていうのが大事なポイントで。だって粉だと思うじゃん、火薬って。って思うじゃん？でもね、これ、金属なんだよねっていう。わかる？わかるでしょ？わかるよ。月が綺麗ですねと一緒だよ。ほら、リチウムが燃えてますよ。結婚してくださいって意味だから、これ。やっぱね、理系の男の子は難しいですから。それに対して、へえ、そうなんだ、すごいって返したらもう理系は落ちますから。注意するべきは、度数法じゃなくて、ケルビン法で温度を毎回言うやつはちょっと注意ですね。273ケルビン下回ったから、まあ、そろそろ水凍るねとか言い始めたら、ちょっと危ないかもしれない、ね。まあ、俺やらないんですけど、別に。別に花火見てても、あれがリチウムだねとか言わないんですけど、別に。ここまで話して、やらないのかよ。ま、心の中では思ってます。あと、男友達と行った時はやってます。だいたい、分かってくれるんで、あ、ほんとだ、つって。ふっと、すいませんでした。え、誠にすみませんでした。ダークマターがまだ発見される前にさ、この空間を満たしてるって言われてた物質の名前ってなんだっけ？リトラみたいな名前でいつもごちゃになった記憶があるんだよな。ノイトラしかわかんない。それはノイトラはアランカルの5番手やね。